どうも。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。いやー、よかった、お会いできて。はい。向こうで話しましょうか。いやー、遠藤はるばるです。お疲れ様です。はい、吉岡さんはどこですかね、家は。私、埼玉なんですよ。あ、なんか近いと近いですね。そうなんですよ、うん、作ったんですか。はい、作りました。いやー、4種類ありますし、全部中途です。本当だ、まだまだ増やされるみたいですね、台数、うん、今、5代目発注かな。あー、うん、すごいですね、うん、もう毎日もうチルトン乗れてからもう幸せですよ、俺はもう。で、むっちゃね、険しい現場でね、もう昨日も現場の動画を上げたけど、もうサボ見てます、うん、サボのね、もう普通のね、うん、オペだったらヒヤッとするやつをね、もうあえて、うん、すぐ下民家なんですね。うん、そうです。もう下はすぐ民家焼きですね。もうね、災害起こったらもう本当ですよね、うん、雨の日はやっぱりヒヤヒヤですか。いや、もう登らないですね。あだキャッタのパッドも外して、またスパイクかなんかかませんと滑るとですけどね。もうゆっくり吉岡さんと飲みながらね、話さない感じ。いやいや、私なんか、うん、本当そういう違う業界ですから、本当に全く話、うん、共通の話題がなかなかできなくて、うん、重機大好きでしょ。エンジンも、詳しいみたいやし、ちょっと戦略立てないから、周知されて、うん、まだまだ知らないっていうかね、九州でもね、年間5台しか売れないっていう。へえ。そのうちのね、うちがもう半分を占めてる。だからですね、もううちにもチルトンの問い合わせがかかってくる日ですね。もううちの会社調べたかどうかわかんないけど、普通の業務がね、もうね、邪魔されるもんやけど、コベルコに問い合わせてくれって、ね、言ってるんですけど、これは小松につけたり、ね、やってるからね。やっぱり実際の意見聞きたいんですかね。うん、でしょうね。うん、で、相性とか、うん、聞きたいのはわかるけども、それはもうね、もう営業に聞いてくれっていう。うん、じゃ、初めはね、ちょっといい気になってから答えたりしてたけど、もう失礼な人が多いからですね。そうなんですか。うん、だけ本当ですか。名乗らずにもうすぐ、あ、うん、教えてくれて、いや、うちもうコベルコから金もらうようわけやなきね。そりゃそうですね。コベルコに聞いてくれって、もうそういう感じで、あ、もう日本人の悪い癖で、ただで何でもしてもらおうっていうのが。そうですね、うん、もう日本人はもうしてもらって当たり前っていうのがあるから、もう、で結局買わないっていうのがね、ちょっと分かりきったことやけど、 うちはもうあれ、小松にもね、つけてるし、ね、コベルコにもつけてるけど、で、アタッチメントはスティールリストっていうところかな。スティールリスト、うん、先日ピーター・ラムっていう方が、なんか偉い人かな、副社長かな、がうちの現場にわざわざ来てくれて、で、施工の状況と生コン打設の状況かな、北海道のアースマシンっていう、アースマシン、はい、あっちでコンバケっていう、なんか生コンを打つカパッと開くやつがですかね、はい、あれをね、ちょっと見たいっていうもんで、ちょうど生コン打ち打席があったからですね、見てもらって。すごい、これがチルトローテーターね、つくなんてね、すごい。で、あと強度のこととかやっぱ聞いてましたね。あ、強度ね、うん、これ大丈夫かっていう感じで、いや、もう全然大丈夫、もう潰す勢いでね、もういつも成功してるっていうことを言うんですね。で、結局今チルトがもうあと、もうすぐ潰れますね、1台目が。あ、もうフレームにひびが入ってるから、もう一番、ね、メインフレームがもう今ひび入ってるから、それごと買えない感じで、それが160万とか、うん、言ってたからですね、買える。なるほど。もうそれやったらもう、ね、チルト本体ごと変えた方がいい、300ぐらいで、ね、交換できるならね、で、今度それ、まあ、見積もり取ってから、修理するよりもう新品入れようかなって、うん、で、そのし、ね、
それですら在庫が余ってるっていうもんね、やっぱシュート自体すぐは、そうですか、あんまり売れてない本当、うん、だからうちのね動画を見てわすごいっていうのは分かるけどね、なかなか、だからグリーン出したいけど、まずはもうねみんなに知ってもらうことを大事ね、先頭、まあでも直樹さん、うん、先駆者ですもんね、いや、ね、俺はもうハマってしもたぎですね、本当はもう重機に乗ったらいかんですよ私取締役やし、もうまあ一応専務やけど社長みたいなもんやだきもう道楽でしてるもんですもんねだき、まあでもチルトローテーターを本当に、うん、なんでこのまあ値段のことになっちゃうんですかね、うん、うん、あとあかな、やっぱ営業も扱いに困ってるらしいですよ、どうやって、ね、売り出していいものか、アタッチメントっていう説明ができない、本体の付属品でもないし、ただオプションで付けてるだけだよね、最近までローン組めなかったんですよチルトローテーターは、作業機械っていう意味合いやったから、なるほど、うん、で林業機械のなんかなハーベスターとか、ね、プロセッサーとか、ああいう扱いでですね、なかなか助成金も補助金ももらえない、確かに、うん、でローンが組めない、最近ようやく組めるようになったんですよ、あ、そうなんですか、うん、で、ね、ちょっと法改正したんじゃないやろうか、あ、金融機関の方が、うん、その辺はじゃあ、うん、全然、でもう次はもう小松野も参入するし、住友は去年からしてるし、うん、久保田はまだしてる、日立はもうスティールリストしたし、三菱はどこやったロトチルとかな、その OEM、 もう各社も、ね、チートローテーター、小松なんですか、うん、小松はうちにこの前試作機を持ってきましたもんね、 PC200 の、うん、あ、そうですか、うん、ブレーカーと根元から取り替えられるような、へー、チルトローテーター自体 もう日本じゃもう安く売りすぎてるからですね、今ぐらいの倍の値段で売らんと、もうメンテナンスもできんし、メーカーもね、埋まるんじゃないかなって、ああそうなんですね、海外じゃ確かにアタッチメントとしては安いけど、うん、その代わりベースマシンの方がむちゃくちゃ高いですもん、うん、日本の2倍3倍するんですもんね、そうですよね、うん、日本の中古がもう海外じゃ新車の値段、うん、みたいな形かな、やっぱり一度、うん、取材させていただかないと話にならないな、うん、本当にね現場行かせていただかないと、うん、アタッチメントでもね、みんなのためって思って安くね、やっぱグラップル層 の井上モータースさん、井上さんっていうかグラップル層かな、つかみを安く開発して世に出した途端ですね、もう問い合わせが殺到して30万ぐらいで作ってから、どこですかそれ、オートエース研機、ああものすごく安く作って売りに出したんですよ、あれがものすごくですね性能が良くてですね、でものすごくいいんですよ、その昔売れすぎてアフターが追いつかなくてこういくでしょ、はい、でここにカッターがついてる、カッターついてる、うん、で大体こんくらいぐらい の、うん、チェーンソーじゃなくて、そう、うん、でそれ安く売ったもんだから、まあ、売れて、ですぐ納入した日に打ち壊した解体屋がおったりと、それでクレームに処理できなくてですね、もう販売やめろっていうところまで追い詰められて、実は私それ買ったんですよ、ああ買ったじゃないですよ、うん、買った、うん、そしたら、うん、担当者さんが電話をかけてきて、うん、すいません補強したいんで返品してくださいって言うんですよ、うん、でもそれうちはいいですよって言ったんですよ、多分使い方の問題じゃないんですかっつって、うん、もう真面目なもう町工場のね社長っていう感じで、俺もう直接電話して買いに行ったんですよ、山口の、ああそうなんですか、そこでずっと話して、こんな安い値段で売ったらダメよって、倍3倍ぐらいの値段で売らんとねもう変な、もう安く売ったらもう変なのが絶対ね、買って文句つけてくる気ね、ちゃんと後のことを考えて高く売らない、いいものはね安く売ったらダメです、はい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 、高く売らんとね、あれは中国で作ってるんですか、そう中国大連かどっかのこう、あれで指導に行ってからもうあれしたっていうのはもう情熱ですよね、その後強化型作りましたよね、ですからね最近も作ったじゃないですか、それもいいみたいで、うん、
たいですね、えーうん、で電話かかってくるんですよ、俺が紹介したもんやきです、使ってみんですかじ、ただっていうかね、あれでいやちゃんと使うときは金払ってからね買いますき、ね、社長もちゃんと、ね、商売を趣味じゃないで商売せんといいもんが次につながらんですよって、ね、日本人はもうね物を安く売りすぎるからもう確かに叩く癖がありますからね、安くしろで、うん、それじゃもう次のね、でもいいものを安くしなくていいんですよね、うん、本当は、そうですよね、だけどもう今のねチルトローテーターもあのコンマニプラスで300万ぐらいだけどもう500万ぐらい取ってでその安い値段でもう基準を決めてしまって、あの工事の公共工事でも、まあ、今の倍ぐらい取ってもいいと思うし、もう本当に日本がおかしくなって、